岡田祐介は日本のプロバスケットボール選手。東京都新宿区出身。ポジションはシューティングガード B3 リーグ r t 立場に所属している。東京都新宿区出身。新宿区立早稲田小学校。新宿区立牛込第二中学校卒業。バスケは小学5年生から遊びの中で始めたものの本格的に始めたのは 兄の影響により中学入学後のことであった。中学ではチームとして全国大会には出場していないものの、個人としては東京都代表としてジュニアオールスターに出場し3位に入る。2000年当時関東一の強豪校だった茨城県の土浦日本大学高等学校へ越境入学する。2001年高校2年時のウィンターカップで4位に、 なり大会ベスト5にも選出される。2002年高校3年時は、茨城インターハイで3位、大会得点王、3ポイント王となる。この大会では、総合開会式の選手先生も務めた。同年のインターカップでは準々決勝まで進出し、坂井康重がいた福岡大学、附属大堀高等学校に敗れた。同年、フィバアジアジュニア選手権の代表選手に選ばれ5位。 2003年、青山学院大学国際政治経済学部へ、進学、青山学院大学スクワレルズに所属する。同年の関東大学新人選で優勝、新人王を受賞した。当時関東大学2部リーグにいたチームは2004年、大学2年時に一部昇格。2005年大学3年時に、関東大学1部リーグで優勝し、優秀選手賞を受賞。 インカレ決勝で東海大学に敗れ準優勝。4年生時の2006年はインカレで4位で優秀。選手賞と3ポイントを受賞した。2007年、トヨタ自動車アルバルクに加入。聖中岳城とは大学時代に引き続いてチームメイト。同年の JBL2007 から08の2位、JBL2011 から12で初優勝。 オールジャパンでは2007年2012年の2度優勝に貢献した。一方で日本代表としては2007年夏季ユニバーシアードで代表選手として参加し4位。2009年日本代表に初選出され東アジア選手権に出場。2010年杭州アジア大会にも出場し4位入賞。その後しばらく招集されなかったが2013年に。 代表に復帰している。2010年には公認会計士試験に合格。2013年9月に NBL 所属選手の会合として設立された一般社団法人日本バスケットボール選手会の初代会長に就任する。トヨタには NBL 発足後の2013から14シーズンまで所属した。2014から15シーズン環境を変え新たな挑戦として チーム発足2年目の筑波ロボッツに移籍した。しかし、シーズン開幕後に、筑波の運営法人の経営難が発覚し、NBL 管理下の新法人が受け継ぐこととなった。そのため、全選手が新運営法人と契約を結び直すこととなったが、岡田は新運営法人との契約合意至らず、11月をもって対談した。2015年2月、 広島ドラゴンフライズと契約し、同チーム初のプレイオフ進出に貢献したものの、シーズン終了後に契約満了で退団した。2015から16シーズンは、千葉ジェッツに所属した。B リーグが発足した2016から17シーズンは、B1 リーグ所属の京都ハンナリーズに移籍し、2019から20シーズンまで在籍した。2020から21シーズンは、 B2 リーグのアースフレンズ東京 Z と契約したきっかけは青学時代に興味を持ったことで資格取得を目指し2005年大学3年時から勉強を始めた2009年公認会計士試験の担当式試験に合格2010年11月15日公認会計士試験に合格現役トップスポーツ選手の公認会計士合格は異例のことであるちょうど 公衆アジア大会期間中での合格発表だったため、現地から自身のブログで試験合格を報告している。2011年2月、監査法人大手の新日本有限責任監査法人に非常勤として採用された。なお当時は、トヨタ自動車の食卓社員扱いで上記の通りバスケ選手としての活動をしながら、空いた時間に会計士としての実務経験を積んでいる。 ありがとうございます。